最高です。今年巨人は生まれ変わるのか、アベノミクス一発。フェードロー野球チャンネル。どうぞ。いやもうね、いやいや、もう続けてください。もうひどいね。最高一番でやっちゃうんだね。いや今日はモンズ帰ってきてくださいよ。ちょっととりあえずね、今回はなんで僕はこれヘルメットかぶってるかっていうところからちょっと、いや昨日からかぶってるいやだから今年の巨人は本当に生まれ変わるのかと、アベノミクスまとめですよ。古いなぁ。引っ張ってくるところが。あ、これ帽子ね、まずちょっと触らせてよ。ちょっとね、ある方からね、いつもチャンピオンの帽子かぶってるじゃないですか。巨人のユニフォーム起きてチャンピオンの帽子かぶるなっていうね、ちょっと指摘入りまして。 V9 メンバーだけだからチャンピオンかぶっていいのはね。ちょっと今日はこれで、ね、で本当本題ですけど、まあ安倍さんいろいろやってますよ。動いてるね。動いてるんだけど、まあただまだ開幕前、まあ判断できない、まあこれ判断できるのはシーズン後なんだけども、現時点でこの安倍さんがやってる改革、まあアベノミクスだわな、これが本物かどうかっていうのをね、ちょっと僕なりに評価していきたいなと。何、堀内さんの後押しで自民から立候補したの？当選してない堀内さんは。本当にね、有権者の方聞いてほしいんですけど。何本もマイクを花束なんで刺すんじゃないよ。いや、ちょっと振り返っていきましょう、開幕前にね。いや、ちょっとね、加山さん、はい、我々よく、巨人ファン以外で飲み会とかよくするんだけど、その時に結局巨人揃ってるけど、安倍さん次第だろって話になるから。そうだね、気にはなる。あ、じゃあどっから遡ればいいかなって思ったんだけど、まあさすがに就任会見からして。いや、東京ドームの初ヒットから。いやいやいや、もうそれはちょっと振り返らないと思って。あの、細しんのすけ。いや、なんならもう1年目のキャンプの時にあのホームラン打って車のフロントガラス割って連勝したところからやろうと思ったけど、ちょっと無理だと。それは就任からな。就任会見から、はい、山口オーナーね、これは安倍監督には強い巨人にしていくっていうことが求められますと。で、背番号、原監督の思いを引き継ぐという意図で83番を受け継ぎましたね。で、安倍監督も素晴らしい大監督からのバトンを受け継ぐことになって、すごく身の固まる思いと。で、強い巨人軍、愛される巨人軍を作る、喜びをセプテンバーに味わえれば嬉しいです。来年度はあれではなく安倍。力強いね。これ生まれましたね、名言が。バリアじゃねえんだよ。ちょっとウィットに飛んだやっぱり会見でしたけども。まあでも結構うまいこと言ってるね。まあこっから始まったわけですよ、安倍政権。で、最初の仕事はやっぱ秋季キャンプですよね。まあ安倍さん就任してやったことはあるんですよ。クレドカードって、まあ皆さんご存知だと思うんですけど。クレドカード、クレジットカード。いやいや、それはクレカっていうでしょ。クレドカードですよ。クレド、これはね、監督方針をね記したカードなんですけど、発表されたでしょ。なんかあったな。これ就任後作ったわけですよ。ああ、素晴らしい。これ1、勝利のために自己犠牲ができる選手を起用する。ああ、これ監督方針だからね。ああ、で2、成績だけの昇降格はしない、はい、3、結果が大事だがプロセスを重要視する、はい、4、トライアル&エラー、失敗から学ぶ、はい、5、チーム内競争を促す、6、5つのスキルを備える、そしてその5つのスキルというのが1、素直さ、2、謙虚さ、3、継続力、4、献身性、5、思考力と。これをもう各選手に配ってるわけよね。それは何の自己啓発に書いてあったいや、これはもう安倍さんが原監督から学んだ帝王学ですよ。それを元に。これはね、でもこのカードを作るって、これしかもマスコミにも公開しましたから、これ通りやんなかったら要は一気に求心性が失われるわけですよ。もう本当に追い込んでるんですよ、これ。政治家みたいなことやったんだね。いや本当に。でもこれぐらいやんないと、多分ね、プロの世界って結構な、起用ってなーなーだったりするじゃないですか。この選手はちょっと特別にとか、それがね、ちょっとあれ明確になったなと。なるほど。うん、やっぱりみんなが納得できる起用とかね、運営っていうのを、心がけるんだなっていう。これはまず1個目のナイスですよ。最高です。ちょっと映ってるな。これを念頭に今日話していきますから。はいはい、はい。そしてまずですね、11月、秋季キャンプ入りました。テーマはくったくたと、疲れるまでやりきると、はい、で下手になるのは簡単だ、常に不安に駆られて練習してほしいっていうね。まあそれはまあ安倍選手すごい選手ですからね。選手時代何も言えないよね。ねえ、うん、僕も毎日不安でしたと、うん、でそういう選手しか
行動に移さない、まあ、練習しないっていうね、もう本当に理にかなってるんですよ。まあそういうちょっとスパルタなね、まあ、心配されてるのはそこら辺もあるんですけど、そうだよ、なんですけど、そういうスパルタな面だけじゃなくて遅で練習日をテスト導入したり、おいや毎日朝早くからやる必要あんのと、ほうほうほう、で半日の練習の時は午後からでいいんじゃない、逆に朝からやって午後までじゃなくて、えそんなことやってたの、やってるん、うん、体内時計をぶっ壊すやってるんですよ。ダメだな、作家さんとかちゃんと機能してる。作家チームはちょっと弱いかもしれないですね。分野だろお前。読売新聞大丈夫か。でね、分野って久々に聞いたら。まあこれもでも意図があるわけ。睡眠や個人練習を確保する狙いでこれテスト導入したのよ。はい、だからまあこれ今から何個も出てきますけど、うん、理由なき改革はねやっぱり選手ついてこないですよ。おまあな。であと一貫性がなきゃ。まあまあまあ。それが誰どれぐらい一貫性があるのかっていうのを今日見ていくから。はあはあ。うん、だからこれはね、意図があるっていう意味ではね、ナイスですよ。最高です。2個目です。で、その秋季キャンプの練習中もね、うん、ピッチャーに真ん中をめがけて投げろと、うん。これはね、でも阿部監督が捕手時代に全てのボールがね、ピッチャー持ってるボールが四隅のコーナーに簡単には決まらないと、うん。決まる球もあるだろうけど、全部は決まらないでしょっていうところで、ど真ん中、そういうボール球投げるぐらいならど真ん中に投げなさいっていう、これもちゃんと理由があるわけよ。うん、で、しかも、打たれてもいいから、打たれてもいいから3球勝負しなさい今の時期はと、うん、ちゃんとその保険も作ってあげてるんで、これはねナイスですよ。3つ目3つ目ですよ。牽制のサインの見逃しは叩くけど、ああそうよ、ああいうチョンボは叩くけど、これは打ただやってみなさいと、打たれてもいいからっていうね、はいはいはい、であと暴走していいよと、ああそれはなんかある、アウトになってもいいから暴走しなさいと、はい、うん、これも意図がありますよ、ナイスですよ。最高です。だからね、これはね、まあ、安倍さんは就任の時から守り勝つ野球を目指すと言ってるんで、まあ、そこら辺を含めてやっぱりこの投手、走塁っていうところからまず改革をしていくわけですよね。それで11月11日侍ジャパンとの練習試合、うん、1対0で完封で勝ちます。いきなりね、いい勝ち方だね、うん、この試合を徹底してフォアボールも1個ピッチャーもね、うんうん、ちょっとずつ根付き始めたかなっていうところでオフに入りますよね、うん、オフにはやっぱり積極的に投手補強と、トレード高橋嶺投手、泉投手、近藤投手、うん、ゲンドラではライバル球団の阪神から馬場投手、うん、そして、対談したケラー投手、うん、補強しました。そしてドラフトもピッチャー3人即戦力、うん、投手を取って野手もオプションが効いてる伊豆口選手とセンターの佐々木選手を取るという補強をしたっていうね、即戦力ドラフトをやったっていうところで、まあ、今年勝負かけてんだよね。11月30日日本放送ショーアップナイターカンファレンス2024で、新人選手は元気だったら全員1軍スタートと、もうそのつもり取ってんだよ、もう5位まで、うん、でチームの決め事をここで発表しました。2軍で無双していても1軍で先発させない、まずは敗戦処理からと。あ、そこで行ったのか。ここだね。でこれね、ちょっと僕ら勘違いしてたことあって、えこれはねちゃんと枕がついた、ちゃんと記事読んだら2軍で開幕スタートしてた場合、おお。でついてたわ、ちゃんと。あ、そう。うん。あ、それ失礼なこと言ったね。そうだね。そう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 。だからちゃんと結果つかんで開幕ローテに入ってるピッチャーはもうそれはそれでいいんだよ。うん、開幕時点でね。あ、そう。だから2軍のやっぱバッターのレベルと1軍のバッターのレベル違うでしょと。2軍で抑えてるピッチャー1軍で抑えられると思ってないって、まあ安倍さんもはっきりテレビの取材とかも言ってるんで、うん、まあそういう意味でのこれ。うん、ただこの発言っていうのはさ、さっきクレドカードで出た2番の成績だけの昇降格はしないっていう。それに基づく考え方でしょ。一貫してるよね。ナイスですよ。最高です。もう重ねるのしんどくなってくると思いますけど。分からんかった。さあ、ということで、いよいよ春のキャンプに入るわけですけども。あ、まだあんのか。まだありますよ。こっからめちゃめちゃあるよ、改革。あ、マジ？うん。まず投手起用改革。はいはい。入ります。先発は120球ぐらい責任を持って投げてもらいたい。うん。で、系統は基本1イニング。うん。系統の左右は気にしないと。うん、うん、起用でね、うん、でまあ勝ちパターンのローテーションを作れたらいいね、まあこれは希望ですけど、うん、まあ、これは一貫してね、選手に負担をかけないと、うん、8月の夏場以降のね、うん、もうだ見てきてるわけですよ、一番近いところで、うん、夏場以降へたれてくピッチャー陣をね、バッテリーコーチで、そうじゃなくてもな、そうそう、無茶だな、そうなんだよ、無茶だからな。背番号は原監督を受け継ぎましたけども、うん、実はね結構受け継いでないことが多いというかね、改革してる、ね、でこれ去年僕言ってたじゃないですか、マシンガン系統やめてくれと春先から、うん、持たないですよ夏場以降、うんうん、やってくれたんだよこれ、うんうんうん、先発も投げさせてやっぱ夏場以降見てるっていうね、素晴らしい
これは素晴らしいですよ。本当に1個目だ。ナイスですよ、これ本当ね。まあ素晴らしいね。そう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 、うん、で、あとは、走塁改革ね、うん、やっぱり去年巨人打率1位、うん、ホームラン1位、うん、ただ得点は阪神に負けてるんですよ。 それはまあ盗塁数も負けてるんだけど、要は1塁から3塁ヒット、ワンヒットで3塁まで、うん、2塁から1ヒットで帰ってくるっていうね、そういう積極走塁が足りないと。これも言ってたでしょ俺。言ってたな、確かに。ああ、これだから信号を無視しない暴走族を作りたいっていうね表現をしたんですけど、真部さんは分野しっかりせよ。どうなっとんだおい。ただこの走塁改革はもうナイスですよ。だから特に僕はだから吉川選手はね、よう言ってるな。そうなんですよ、吉川選手はもう別に率とか求めてないですよ、うん、もう全力疾走さえしてくれれば怪我を取れず、うん、そのために伊豆口選手取ったんで、うんうん、これはだから伊豆口選手の入ってきたのは何回も言いますけどでかい、うん、ちゃんとそこら辺もトータルでやってる、うん、これもナイスですよ。だから走塁改革、その前のでかいが1個かなと思ってでかいですよ。それは別なんで、ね、別。あでね、これもねやってくれたんで俺嬉しくてね。なんだろう、本当にキャッチャー陣にストライク改革っていうね、ストライク、うん、あのボールに構えたらボールだよって、はあはあはあ、去年巨人はあのキャッチャーがボールゾーンに構える数が一番多かったんですよ、まあ、誰とは言わんけどね。あ、いやまあまあ、でもそういう方針だったんでしょう、打たれるならボールからっていうね。でもそれはもうないよと、うん、WBC の大谷とトラウトの対決でアウトローをキャッチャーやってたかと。確かになって、これは本当に言ってくいいこと言ってくれたっていうね、うん、そうだね、これはいいこと言ってくれましたよ。どっちなんだろう。ナイスですよ、ナイスですよ本当に。ピッチャー陣だけじゃなくてキャッチャー陣もやっぱ意識、うん、そういうところはしっかりしていこうとやってくれてます。で、野手の起用ではね、右打ちはバントができないと一軍に置けないと。右打ちは、うん、付随して5番も器用な選手を送っていってるのはそこからですよね、うん、でこれはやっぱりもうさっきのクレドカードの勝利のために自己犠牲ができる選手を起用するっていう、もうこれに尽きるんですよ、うん、で勝利至上主義だね、これだからナイスですよ。まあ最高です、具体性もあるね。そうなのよ、じゃあまあやれやれって言われてもさ、うん、プロですから自己犠牲しますけど、本当にそれでチームが勝ったり、うん、自分のお給料はどうなるんですか。あ、お給料率は下がっちゃいますよ、だってお給料、ね、右打ちね、進塁打をしても、うん、自己犠牲査定をアップしましょうと。ほう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 、これは去年ね阪神がフォアボールの査定をアップしようと、うん、したした、うん、で出塁率上げようっていうね、うん、見事にはまりましたけど、その何倍もやってますこれ。すごいな。巨人はフォアボール、四死球当然、バントや右打ちの進塁打も査定アップしましょう、うん、で相手の隙をついた高走塁も査定アップしましょう、ほうで2ストライクに追い込まれたからの粘りも査定アップしましょうと、ほうほうほう、で投手打席で立って送りバントしたら査定アップしましょう、ほうでリリーフの連投したらこれも査定さらにアップしましょう。え、めちゃくちゃホワイトじゃん。で登板のない日にリリーフがブルペン作って投げなかったとしても、それは準備したんだからアップさせましょうと、タイムカードを切りましょうと、準備したんだからと、君たちは超ホワイトです。もうだから一貫してるんですこれ。え、そこまで出てんの情報が。出てるんです、これ検討してるって出たんですよ。すごいな。すごいのよ、だから自己犠牲を払って勝利に みんなで目指そう、その代わりお給料もちゃんとそこはつけるからと。そこが大事なんだよ、うん、プロですからね。あ、ようそこまで行ったね。そうなのよ、だからほんとね、最後もナイスですよこれ。ああもうなんか分からんけど。ちょっと待って、思ってたの違うんだけど。最高です、最高です、最高です。だと思ったでしょ。あれやってみたら最高ですとか、めっちゃいいことやってんじゃん。一貫してるでしょ全部。うっそ、このクレドカードに沿って安倍さんちゃんとブレずにやってるんですよ。え、もっと言った方がいいよ。メディア、いやだからあの秋広選手への苦言っていうのも、うん、実はちょっと岡田さんのあのマスコミ対策っていうか実は模倣してて、はい、今の若い選手は直接バッて言うと萎縮してしまうと。ほう、それならマスコミを通していやもっとやれるだろうっていう期待を込めたああいう言い方をする方が今の選手は実はやるんじゃないかっていうので秋広選手葉っぱかけてるらしいんですよ。むちゃくちゃ勉強してるじゃん。めちゃくちゃ勉強してる阿部さん。 TikTok とかやってんだろ。今の若い子たち何見るのかな。ということでね、開幕前ですけど現時点では評価せざるを得ない。いやそうだね、これでもシーズン始まって崩れた時に多分チームガタガタっといきますよ。だから今年はこのクレドカードに沿ってやりきって
正直分かんない優勝できるかどうか、うん、それぐらい阪神強いですから、うん、まあ他球団もそうですけど、うん、優勝できなくてもあこれで去年よりは勝てたね、うん、っていうことが分かれば選手さらに一概になりますから、この突き通すのが大事かな。非常にいい改革やってます阿部さん。いやちょっと正直びっくりしたし、うん、これジャイアンツいいな本当このままやってくれたらね最高です。はい、皆様からのコメントいいねチャンネル登録をしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。あ危ない危ない冷静になれた。あえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。